本校では、日本とサンマリノの関係について述べる。サンマリノ神社で神道の儀式を取り行う現地人の宮司、フランチェスコ・ブリガンテ日本の建国は、日本初期の記述に基づくと、紀元前660年、サンマリノの建国は伝説によると301年であり、両国ともに長い歴史を持っている。 ただし、両国の間で二国間関係が樹立されたのは20世紀後半になってからで、1961年に領事関係が開設され、1996年11月に外交関係が開設されたばかりである。正式な外交関係が開設される前の1984年に、ナルヒト・シンノーが、1987年に、福田武夫元首相がサンマリノを訪問している。 2011年3月11日、日本の東北地方を中心に、東日本大震災が発生。同年、この震災による犠牲者を追悼するために、ヨーロッパ史上初となる、新東式神社をサンマリノに建てることが、日本サンマリノ友好協会によって発案され、2014年6月22日、サンマリノのセラバッテに、サンマリノ神社として建立された。マンリオカデロ。 ありがとうございます。